1744年5月19日の開戦、または1744年5月8日の開戦は、オーストリア継承戦争中に行われた、小規模な開戦。フランスの60門艦、コンタント64門艦マルスが4時間にわたる、激戦の後イギリスの戦列艦、ノーサンバランドを打破した。ノーサンバランドの艦長トマス・ワトソンとその副艦が戦死した。 1744年5月19日、サーチャールズ・ハーディの小艦隊は、ベルレンが島沖を巡航中に、北方へ向かう船を発見。ハーディは、ノーサンバランドに追撃を命じた。敵船は、フランスの戦列艦であると判明。しかも、60門艦一隻とフリケート一隻と、同伴していた。ノーサンバランドの艦長トマス・ワトソンは、フランス艦隊の規模をハーディに知らせずに、全速で、 全身、やがて、イギリス艦隊から見えない位置まで進んだ。フランス艦隊の船は、それぞれから離れており、17時には、ノーサンバランドが最後尾のマルスに追いついた。マルスが、ノーサンバランドに発砲すると、ノーサンバランドも反撃して激しい砲撃の応酬となった。ワトソン艦長は勇猛に戦い、マルスとの戦闘を続く代わりに、混沌にも接近しようとし、 マルスから離れながら、コンタンを追う戦闘となった。コンタンが、ノーサンバランドに接近すると、戦闘は、さらに激しくなり、ノーサンバランドは、数時間戦い続けたが、航行不能に陥り、ワトソンも致命傷を負ったため、後に、軍法会議にかけられることとなる、代理の艦長は降伏した。ありがとうございます。